この映画はあの続編、アウトレイジの続編なんだけど、簡単な続編の書き方は、一番簡単に言えば大友は生きていた、それで終わりです。そしたらストーリーが振り出しに戻るんで、非常に簡単に作っちゃったんだけれども、まあ1年が間が空いたんで、言葉とかまあシチュエーションというか少しずつこう変えていったんだけれども、さっきも言ったように今回はもうあの映画自体をちょっとあまりにも自分が撮りたい映画を撮るというのがあの周りも疲れてきてるし自分もダメなんで、少しはお客さんのことを考えなさいという感じで、あの徹底的にまあ自分なりにエンターテインメントにかなりあの固執したというか、あのそういう撮り方をしたんで、いつでもあのお客の入らない映画を撮る準備はしてありますけども、ただやれないだけだと思います。